杉だらけなんですよ。杉だらけ。すごいっすよ。花粉症の時期、大変。花粉飛んでる時はね。マサさん、これ、はい、私の車でも、はい、安定するんですね。ねえ、素晴らしいっすよ。ついてるとこ、あ、そこなんか
大変そうですね。のそう、うん、奥まってる、奥まってるから、あれはね、ワックスもね、まあバンもそうだったんだけど大変だね。斉藤さんなんかぶっ壊してそっちだからねいやもうすでに壊れたっつって、うん、じゃあぶっ壊すわっつってそっちだからまあもうなんかリベットなんてね、うん、な高いもんじゃないけど、まあ、純正品のやつは高いけどね、あね、うん、でまあちょっと高いなんか私はね、エーモンさんのよく使いますね。さあ安心な感じ、一回アマゾンとかで売ってる50袋入れとかの、あ、外れやるやつ、外れがね、もう3割ぐらいあったのかな、俺買った時は。あ、ダメだこれと思ってからもうレーモンさんで買うようにしましたね。海外っぽいっすね、うん、作りから甘いでほら私大体週の初めの月曜日にトライアルに朝飯の、ね、おかずを買いに行くんですけど、ね、そのついでにね、あそこねトライアル、カー用品もあーね、便利な感じで、ね、置いてるんでね、税込みだからね、そうなんですよね、ちょっとお得な感じがしてね、そこでエモンさんのクリップを行くたびに必ず1セット買うっていうあれ何個くらい入ってるんですか？2個で、うん、1個で3個、まあそんなぐらいだったな、2、300円だったからね、うん、他に来るとやっぱ振動するとね、そうだね、分かるっていうね、
ですね、これね。飛ばないでほしいですよね。まあ、これは、まあ、奴らからしたらね、大事な作業だと思うんですね。なんか、こう、品種改良かなんかして、飛ばないように。なんかそういうね、技術をしてもらえればね。あるらしいんですよ。したな。あ、初めてあの高蔵さんとね、去年会ったのが1月ですね。ったので、まあ、1年になりました、ね。なりましたね。1周年じゃん。その頃にちょこっとだけ私の番をね、そうしていただいたことあると思う。その時はノーマルの。そう、ね、ね、こういう状態じゃないからでね、マグロは変わってたんですけど、シフトがね、そうだね、万用のシフトだったんで、そうね、まあそれで比べたら全然今の方が、入りはね、全然いいね、多少ね、パッチリはしますな、はい、ただこの、やっぱりね、あのワックスのね、入りとはまた、ね、そうですね、違う感じが、はい、そこまでね、あれはもうだってなんかあれはもうねスカスコン頭おかしいっすよね旧企画のワックスかっこいいっすね。これはやっぱしっかり入れ込まないとダメっていう感じの。でもなんかあれかね、大体マニュアルシャツがこういう入りなのかね。普段ほらあのワックスとインテしか経験ないんで、スカイライン乗ってた時はやっぱりしっかり入れてました。あ、はい、そういうもんなんすな、本来そういうもん。じゃあワックスが頭おかしいのかな。ワックスが軽々ですねああいう、ね、シフトフィールで作ってあるんだけどね、でね、このようこそカモナワでしょ。カモナワこれね、この近くにある心霊スポットで、怖いやつ。千葉県の最強スポットらしいですけどね。じゃあちょっと心霊スポット。いや。行かない行かない。怖いもん。金山動物。これね、有名なんですよ。毎日だけどレンジャーもらいやすい体質ってあるんだね。そうですね、私だからこういうとこがいいかもね。おじさんの妻で除霊するよ。あ、除霊ね、おじさんの妻でね、妻でもって小田隆そのまま何のひねりもない小田隆フェラーリとか乗ってないけどこの人生きてんのか。全然効かないよね、今ね。オイルがね、一本のすごいお高い、ね、そうそう、ね、つけていらっしゃる。真面目に住職やってんのかな。どうなんですかね。なくなったかね。全然名前を聞かない。あの人は今、ね、コーナーの中で、ね、できそうな、ね、いい感じのイメージですけどね。あれだけ昔ね、一世風靡されたから、間違いなくね、出てほしいとこだったけどね。欲しいな。いいね。ちょっとそこぐらいなんか知ってんのが面白い。便秘いいね。調子こいってセカンドで引っ張っても法定速度
70キロで行けるので、これ私あの、まあ、ウーパースポーツ今入れてますけど、まあ、前あのノーマルのショックに RSR のダウンサス入れてた時は、今の段差では突き上げすごい、あもうすごいでしょ、はい、ダウンサスはねあれねよろしくねーよね見た目はかっこいいんだけどね、見た目ね、あれ4センチ下がるんで、見た目はかっこよくなるんですよ、走りには向かない、走りはやばいっすね、下通そうか、逃げようか、確かに自分の車だったら、まあ、って見ちゃうんだけどね、人の車なんてね、ちょっと今日避けさせてんだけどね、おそらく私はね、全然純正車庫なんでね、 あれぐらいは乗り越えられる、私はね、私は下がってる、やべえなと思ってそうそうそう、下がってるよな、そうそう、穏やかね、2センチか3センチぐらいなんで、ああ、がっつりってわけだよね、がっつりってわけじゃない、あまりね、ダウンサスで4センチ下げてたんで、なんかそれが当たり前の車高になっちゃってるから、あー、なるほど、ね、なんかちょっと高いような感じはするんですけど、ただそのね、なんか雪降った時とか ね、そう、乗りづらいからね、あ、で、まあね、乗り慣れてるっていうかな、自分の車なんでね、あ、そうそうそう、うん、で、やっぱり、まあ、それ抜きにして、シフトフィーリングっていうのがね、やっぱあれはやっぱワークスの方がやっぱり素晴らしいよね、うん、で、ですよね、面白いよね、あのレナさんもね、ほらワックスのミッションに変えたいっつって、そうそう、変えたい、おっしゃられてるね、あの気持ちっていうのはあれはやっぱりよくわかりますよ、クロスミッションですよね、確かに、そうですね、パンは普通の感じなのがいいかな、パンは普通ですね、なるほどね、一応これノーマルの、ね、はい、一応このシフトの普通が、あの、ね、あの
PC テクニカさんの、ああ、はいはいはい、シフトキットね、シフトキットね、でそのシフトのこの棒っていうんですかね、バーっていうんですかね、2本ぐらいこの先に取ってるんですよ、それがそれとあとシフトのボックス自体がキットになって、ああそういうキット構成、はい、なんでその先のミッション自体はバンそのものなんで、そっちを変えたいんじゃん、そうですね、はい、そういうね、よく言えば LSD でいやこれでこれでね LSD なんぞ入っちまったらもういつでも先行ったらどうぞっていうねそういう状態ですね、これノーマルの番で息子さんの、LSD も作るんですよ、じゃこれはもう入れるしかないですね悪魔のささやき、痛いですね、サーキット行かないといやいいですよ、通勤快速しよう、よしよし、じゃあしたらね、これじゃあ雑談はね、これコンテンツこの辺にねしましょう、そうだ、待ってた待ってた待ってた、あとでちょっとあの中っつうかね、まあ都会さんとねちょっと撮らせてもらって、はい、ありがとうございます、それをでって感じでね行きましょうかね、はい、ということでですね、今日あご視聴お誠にありがとうございました、ありがとうございました、それではね次の動画でお会いしましょう、お会いしましょう、中蔵でございました、レイナでございました、はい、それでは失礼します、はい、失礼します。